西南市、西南市、西南市、地位南市、中国語、英語、次南は、中華人民共和国三島省に位置する副省旧市。三島省の西部に位置し、省都として、省内の通称、教育、政治、文化、医療の中心としての地位を占める。市中央黄河が流れ、南には大山が控えている。人口のほとんどは漢族であるが、満や、 海賊なども居住している。言語は、北京語に近いが成長がひどくなまる三島方言がある。災難は、北京料理の元となった、柔らかくて塩辛い、露災、三島料理でも知られている。木内に、天下第一線と呼ばれる、と、泉をはじめとする、七十二名線と呼ばれる、水量の多く美しい潜水があるため、都市の別名を、泉城という。 豊かな自然と歴史資源を持つため国家歴史文化名城に指定されている。もともと河南小済源一を源流とする墨水という川がこの地を流れていたため、その南に前漢時代に災難軍が置かれたのが名の始まりである。後に黄河の流れが変わった時、墨水の河川時期はそのまま現在の黄河下流となってしまった。四季によれば、 参考語帝の一人、春は、アレキサンダー、現在の仙仏山で、工作と修行をしたという。このため市内には春にちなんだ泉や地名が多い。実際にもここが、古河文明の中心の一つだったと見られる。1930年、市南部の小休区竜山鎮から黒糖が発掘され、青銅器文化に至る直前の竜山文化はこの地から名付けられた。 現在の市街の下にある古代の都市跡は、その居住は、院の初め頃に遡ると考えられている。集大から次第に繁栄し、精神時代には仏教が広まるとともに、多くの仏教寺院がこの地に集中し、仏教の中心の一つとなった。北宋時代には、昭丘に、女流詩人、力をけると夫の金石や、長明星が住み、金石六を編むなど、 災難は、詩や、諸画などの文化の都として知られた。信代にも川の少霊、王子貞だなどの文人がここで活躍するなど、文人の都としての伝統は長く受け継がれた。また、中国のみならず、世界最古の広告チラシの印刷用の原版、銅でできた板に、五木南、龍家小張式とあり、現在上海博物館所像が出土するなど、商業都市としても知られ、 王朝の中でも収める租税の額が最高に近かった。秋湯からは三島省の省都となっている。商業都市としての重要性は、新代、中華民国時代にも続き、近代以降は日本人を含む多くの外国人が商取引のため居住した。日本総領事館、日本郵便局、国民学校、河北交通支店、日本陸軍師団本部が置かれ、 多くの日本人が住むショートとなった。民国の内戦中に日本人居留民が巻き込まれる災難事件が起こっている。日中戦争で破壊を免れ戦前の建物が市内中心部に多く残されており、改革開放後は商工業都市として順調に成長している。災難市は北緯三十六度四十分、統計百十七度零零分に位置している。北側は黄河に沿った。 中石平野であり、南側は大山へと続く、丘陵地帯になっており、土地は北が低く、南が高い地勢となっている。主要な河川は、甲賀、正気与川、都外川の三つ。大民湖、白雲湖、メソー湖等の古庄が散在する。長城霊、法場霊、はし山、黒牛彩などの山が市域内にある。 陸地面積は8154平方キロメートル、内山地や丘陵が3000平方キロメートル余り、平原が5000平方キロメートルほどである。黄河の南に城壁に囲まれた最南の旧市街があり、その北半分が大民湖という面積46万平方メートルほどの大きな湖になっている。最南は温帯の半湿潤大陸性気候に属し、四季がはっきりしている。 春は乾燥し雨が少なく、夏は暑く、雨が多く、秋は爽やかで、冬は乾燥して寒く平均最高気温は、摂氏3.9度ほどしかない。1月の平均気温はマイナス0.5度、7月の平均気温は27.4度、年平均気温は摂氏14.7度、年平均降水量は672.7ミ、mm、リメートルで、ある。重視かつく。 二県を統括する。列記上区大部、長期予市区、小級区、西洋区、大、下部区、鋼上区は、災難の中心市街地から離れており、実質的に災難市の中心市街地を構成するのは平下、市中、天京、円助下区と列記上区の一部である。ショートのため、多くの高等教育機関が災難に集まっている。古くから商工業が発達し、 1904年には開港地となった。同年、三河住線、神田を災難が、ドイツ四方によって開通し、さらに、通羅線、天津上海、現在の稽古線が開通すると二つの鉄道が黒、する、交通の要所となった。1992年、関住線、簡単災難が開通した。現在でも災難駅は、全国の旅客列車が通過する駅で、 大きな貨物ターミナル施設を備えている。2011年6月30日に開業した北京と上海を結ぶ京古高速鉄道は災難西,西駅を通っている。2019年には災難地下鉄が開業した。近年は全国的な高速道路ネットワークの中心となり、災難と鎮太を結ぶ住屋を高速航路、北京と福州を結ぶ京福高速航路、 北京と上海を結ぶ京古高速航路など、中国の南北軸と東西軸の交点となり、これらを結ぶ市内環状高速道路もできている G309 国道の4本の国道が交差する。物流では高速道路や鉄道を使って陳騰港が使えるほか、内陸コンテナターミナルも災難にできている。災難はるか夏季国際空港は国内各地を結んでいる。 市内では、重工業や軽工業の企業が多数創業し、改革開放によって大きく成長した。成功、集団、2008年まで社名は、災難鋼鉄集団総工士の参加にある、災害鋼鉄古墳有限公司、災害鋼鉄は、中国数の鉄鋼メーカーである。また、現在は、保険、情報技術、通信、観光など、 高度なサービス業やハイテク産業に力を入れている。また大型商業施設や高級商業施設が多く、市内の繁華街には、日系百貨店の伊勢丹も進出していた。災難は雄大な高河と、湖や柳の木々の景観の美しさで知られている。その美しさは徒歩ほか、新大まで千年以上にわたり数多くの詩人や文人に称えられてきた。 災難の三大名称と呼ばれるのは以下の三つである。その他の名称には以下のようなものもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。